ということでよろしくお願いします。立ち上がりです。今回は中島みゆきさんの時代のイントロの部分をね、ハーモニカで勝手にやってみたということでやっていきたいと思います。やってみよう。はい、ということでやっていきたいんですけど、僕の動画はね、こんな感じの流れになっております。まずはじめに曲の紹介、リクエスト者の紹介をさせていただきます。そして次に使用しているハーモニカのキーの説明。ハーモニカはですね、一つのハーモニカがあったら全部の曲を吹けるわけではなくて、その曲に合ったね、ハーモニカを選択しないといけません。そして3番目に僕がね、耳で聞いた雰囲気で作った自作の楽譜を元に吹く上でのポイントをね、説明させていただきます。そして最後にその楽譜を元に指で追いながらね、実際にやってみるということで、こちらはね、スピードが3段階に分かれております。練習しやすいスピードでね、練習していただきたいと思います。それではやっていきたいと思います。この曲はですね、1975年12月21日に発売されておりまして、中島みゆきさんのね、2枚目のシングルということで発売されたんですけども、こちらはね、本当にもういろんなバージョンが、シングルバージョン、アルバムバージョン、そしてね、いろんな方がカバーされたやんとかバージョンとかいろいろありまして、もう老若男女ね、みんなが知ってる名曲なんですけども、日本の歌100選にも選ばれているということで、本当にね、すごい楽曲なんですけどね。1975年10月のヤマハ音楽主催第10回ポピュラーソングコンテスト妻恋本選会、そしてね、同年の1975年11月第6回世界歌謡祭ね、両方でグランプリを受賞されて、グランプリが受賞された後に発売されるということで、ね、もうね、20万枚をね、売れるという大ヒットを記録した、もう中島みゆきさんのね、もう最強のシングルだと思います。それでですね、動画の初めで見てもらった感じで分かると思うんですけど、中島みゆきさんのキーだとね、もう男性としては高いんですよね、キーが。そしてね、僕の動画はね、9割方男性の視聴者が多いということで、中島みゆきさんのキーでね、演奏しても見ている層がね、男性ということで、男性に合わせたキーでね、投稿した方がいいんじゃないかということで、今回ね、男性キーとしてやらせていただいてるんですけど、それをね、参考にさせてもらったキーがですね、僕が大好きなゆずさんのキーをね、参考にさせてもらってます。ゆずさんがですね、日本の歌ということで2006年7月、そして僕らの音楽ということで2008年4月に時代をね、カバーされてるんですよね。 YouTube の方でもね、投稿されてたりするので、ぜひ見ていただきたいと思います。それをね、参考にさせてもらって、このキーを合わせてます。そしてね、ハーモニカは僕が勝手につけてますので、その辺はご了承ください。ということで、ね、使用しているハーモニカのキーの説明をしていきたいと思います。この楽曲はですね、カポ1で C からね、始まります。オリジナルキーはね、カポ1で C から始まるのが一番簡単な演奏の仕方なんですけど、今回はですね、男性キーということで2つほど音を下げまして、2つほど音を下げたんですけど、カポは上がってますけど、2つほど音を下げまして、カポ4で G からね、カポ4で G から始まってます。カポ4で G というのはですね、こちらがパワーコードなんですけども、こちらのパワーコードの位置がですね、カポなしだと B なんですよね。なので使用しているハーモニカのキーは B のハーモニカを使用しております。 B のハーモニカはですね、音は低めではあるんですけど、僕の経験上ではね、あんまり使用している場面はね、多くはなかったんですよね。一応ね、 A と C と D、 この3つがね、本当によく使いました。 B はね、ちょっとあんまり使ってこなかったのは僕のキーの加減なのかちょっとわかりませんけど、まあ他の動画でもね、こんな感じであります。こちらも参考にしてみてください。それではね、ハーモニカの吹き方の説明をしていきたいと思います。はい、それではハーモニカの吹き方の説明をしていきたいと思います。これが中島みゆきさんの時代のイントロの部分のハーモニカを勝手に吹いてみたということでね、コード表をまとめさせていただいてます。あくまでね、僕は耳で聞いた雰囲気でやっております。原曲にね、ハーモニカはありませんし、原曲は女性のキーなので、これはね、2つほど音を下げたゆずさんのキーでね、やらせていただいてます。ゆずさんもね、ハーモニカはついてるんですけど、このイントロはハーモニカはありません。これはね、本当に僕が勝手に耳で聞いた雰囲気でやっておりますので、その辺はご了承ください。黒い数字が吹く音、そして赤い数字が吸う音になります。この緑の矢印はベントと言います。ベントはね、また違う動画の方でやらせていただいてます。そちらをご覧ください。この紫色のアルファベットはギターの進行コードです。ハーモニカとね、ギターが変わる位置を合わせて記載しております。活用してみてください。吹く上でのポイントはですね、二つほどあります。二つほど。一つ目がですね、滑らかに吹くということですね。これはね、サビの伴奏を吹いているだけなんですよね。伴奏をね。なので、歌っているかのようなメロディーで奏でるということも含めて、滑らかに吹いた方がいいです。単音で、トゥトゥトゥ。トゥ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 よりもトゥルルルルルルルみたいな感じで滑らかに吹いてもらった方がいいと思います。滑らかに吹く上でこのね、ベントを入れてるんですけどね、この辺に。このベントはね、僕はもう本当に雰囲気で入れてます。特にここですね、僕が注意してほしいのは、一番盛り上がってきたとこの、ここの今日は倒れたのところなんですけど、このここが一番なんか僕の中では盛り上がるんですよ、高くなって。なのでここをね、ベントを入れてカッコつけてほしいなというふうに思います。まあこの辺もね、一応入ってますけど、この辺
辺は雰囲気でいいと思います。ここだけねちょっと盛り上がってきて高いところなので弁当を入れてほしいです。で2つ目のポイントがですね、後半結構忙しくなるってことですね。最初はですねゆっくり回る回るよみたいな感じで結構ゆっくりなんですけど、この辺はね生まれ変わって巡り合うよってこうドゥルル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 ルっていうことでドゥルルルルルルルよりもドゥルルルルルってことで、ここ結構ねギターもいっぱい変わりますし、でハーモニカもこういう忙しくなります。最初吹けると思います簡単に。この後半からねもう忙しくなるので、ここだけね意識して練習してみてください。以上の2点をまとめますと、1つ目がですね全体的に滑らかに吹くということ、伴奏をねハーモニカの音で勝手に落とし込んだだけなので歌ってるかのように滑らかに吹いてほしいですということですね。で2つ目のポイントはですね、この後半がね最初に比べてギターのコードとハーモニカのコードがね忙しくなります。なので後半を結構意識して練習しないと挫折してしまうと思うので、後半もね頑張ってみてください。以上の2点を押さえながら実際に指で追いながらやっていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。こんな感じで僕のチャンネルではゆずさんの曲を中心にハーモニカの動画を投稿したり、弾き語りの動画を投稿しておりますので、よかったらそちらの動画もご覧ください。それでは。